はい、はい、みんなこんにちは。こんにちは。はい。どうぞ。はい。今年は何を売ってるのかな？今年は何を売ってますか？ビーズのストラップと、ストラップとメガネの、メガネのチェーン、チェーン、メガネチェーン。はい。それとホイッスル、ホイッスルだけ。ああ、そうなんだ。はい。毎年お兄さんはね、あ、おじさんだ、おじさんはね、おじさんはね、台所でキュ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 して使うものをさ、いつも探しに来るんだけど、今年も作ってくれたのかな。台所で綺麗にするやつ。おすすめなんでしょう。そう、それ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 、そう、それそれ一つもらえるかな。いいです。いいですか。あ、でも一つじゃ足りなくなるかもしれないから二つもらえるかな。よし、じゃあその2つください。はい、はい、いくらですか。300円です。はい、じゃあ300円。はい、よいしょ。これもいいですか。うん、それはいいわ。見てくださいよ。これもそれ、それはね、おじさんはね使わないの。はい、おじさんに、はい、クリンクリンを2枚いただきます。はい、はい、じゃあお金はいくらかな。300円です。300円です。はい、はい、じゃあここから300円取ってくれるかな。300円取ってください。よいしょ、ありますか。はい、はい、じゃあいただきます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。でもそんなたくさん買ったの、何買ったの。ここで買ったの。爽やかさだって、ここの品物すごいいいんですもん。いいよね。私もあの毎年ここでクリンクリンも買ってんだよ。すごくいいんですよ、本当に。毎年ここで買ってんだよね。で、売ってる方がすごくいい。そう、売ってる方がすごくいい。そう、みんなさ、あれがね、世の中生きていく時の挨拶言葉だからね。そう、そう、あのぐらいね、喋らないとね。これも、それもそうか。お、それもそれも、そうだそうだ。よし、そうそうそう、ちゃんとアピールしなきゃ。はい、ありがとう。ちょっとですね、そう、素晴らしい。そう、でもね、やっぱりいろいろね、知恵を学ばないと、はい、ね、先輩に。はい、買ってください。すごい根性だね。これはすごいよ。そう、それを続けると、ね、私は無理よ。あのね、まあ、しょうがないかなっていう人もいるんだよな。でもあそこで当たってさ、よかったなっていう時に一瞬さ、あ、これもお願いとかって言っていくかもしれない。でも素晴らしいよ。おすすめ上手ですね。うちはそういう才能あったんだね。あるんだよ、再発見。